キンプリヘイヤー仕様、生放送で歌詞を恋ミス意味深な言葉に陰謀論も。注目のアイドルグループ、キングプリンスのヘイヤー仕様が、4月3日の音楽特番、CDDV30 周年歌うぞ。1位の曲だけフェス、DBSK で歌詞を間違えてしまったことが話題となっています。一部のファンは、 このカシミスに何か意味があるのではないかと陰謀論まで巻き起こしているようです。果たして彼の行動には何が隠されているのでしょうか平野紫耀のカシミスは彼が長らく愛してやまないデビュー曲であり、自身が出演したドラマの主題歌でもある曲で起きました。サビ前のソロパートで長い階段駆け上がって人並みに消えるという歌詞を駆け上ってから、 と歌ったのです。繰り返し練習してきたはずのこの歌を、なぜこんなミスをしてしまったのでしょうか脱退退場まで2ヶ月を切り、精神的にナーバスな状態でのミスだったことが考えられます。そのため、ファンの間では彼の心理状態に対する憶測や心配が広がっているようです。しかし、一部のファンは、 このカシミスが意図的なものだったのではないかと疑問を持っています。彼らは何か意味があるように聞こえちゃった、駆け上ってにはどんな意味があるんだろう、何かのメッセージだったのかなといった疑念を抱いているようです。実際、これだけの歌番組でカシミスが繰り返し起きること自体が珍しいことです。 2020年にもミュージックステーションテレビ朝日系で別の曲で歌詞を誤って歌唱したことがありました。当時のメンバーたちは歌詞ミスに気づいて微笑ましい表情を浮かべ、平野陽自身も曲終了後に両手を合わせて申し訳なさそうな表情を見せています。その後のトークでは彼はダンスのスタンバイは良かったんですけど、 歌詞のスタンバイがちょっと間に合ってなくて、と謝罪して、出演者たちの笑いを誘いました。さらに、配信ライブでも歌のタイミングを間違え、歌唱中に、ごめん、と謝罪する場面がありました。2019年の音楽の日、TBSK では、亡くなったジャニー北川さんを意識してか、今回間違えた部分を、長い階段駆け上がって見守っていてね。 と、上を向いて歌っていたとのことです。これらの歌詞ミスや歌唱中の謝罪の一連の出来事を通じて、平野潮は歌詞のミスを意図的に行っている可能性も考えられます。しかし、それは一体なぜなのでしょうか陰謀論までが巻き起こるほどの彼の行動には何か深い意図が隠されていると考える人々もいます。 彼が陰謀論を起こすような行動をしてしまうのは、彼自身が表だっては語れないような思いや心の葛藤があるのかもしれません。アイドルとしての厳しいスケジュールやプレッシャー、そして2ヶ月後の脱退退場が彼に与えた精神的な負担が影響しているのかもしれません。また、これらの歌詞ミスをメッセージだと解釈するファンたちもいます。 彼が自らの気持ちや思いを歌詞に込め、意図的に歌詞を変えてファンに訴えかけているのではないかと考えるのです。彼の行動には真相心理が秘められているということでしょう。もちろん、これらの憶測はファンの熱い思いから生まれたものであり、真相は彼自身しか知り得ないことです。しかし、それだけに彼の行動はファンたちにとって心配と興味の敵となっています。 平野の仕様の未来にはどんな展望が待っているのか、そして彼の行動に隠された意図や思いがいつか明らかになることを願いつつ、彼の活躍を見守っていきたいと思います。